生日おめでとう。よかった、団長さんの誕生日に会えて。ねえ、プレゼントは何がいいかな。え、歌ここで？無理無理、私無理だよ。あ、最近読んで面白かった本でもいい？よかった。じゃあこれなんかどうかな。ハッピーバースデー。よかった、今日団長さんに会えて。あのね、私団長さんの誕生日プレゼント何がいいかなってずっと考えてたの。だから絶対今日はディアーサに勝つもん。お誕生日おめでとうございます。ん？あ、そっか、そういうことか。あ、おめでとうって言っていいのかちょっとわからなくなっちゃって。巫女にとって誕生日ってすごく複雑で、ほら卒業が近づくことになりますから。だから人によって受け取り方もいろいろで、こんなに素直な気持ちでお祝いしたの久しぶりなんです。お誕生日おめでとうございます、団長さん。ハッピーバースデー。団長さん、誕生日おめでとう。団長さんはこの島でやってみたいことはある？私が全部手伝うよ。誕生日おめでとう。なんかショロトル様もおめでとうって雰囲気出してたよ。よかったね。そうそうそう、失礼。誕生日おめでとう、団長さん。用意したんだ。あのね、剣とか鎧のお手入れに使う道具、ちょっといいやつだからよかったら使って。はぁ、よかった、喜んでもらえて。え、歌も？あ、どうしよう。あ、うん、いいよ。いつもありがとう、あなたが一番大好き。あ、でも笑わないで。ショチトル島の最新見習いディアンサです。よろしくね、団長さん。